最後の左ハイは何かあるんだ。え？左ハイは何かあるんだ。そんなやりましたか。いや、そう見えた感じはしたんです。ただ気のせい。実際その当たれば倒せるという感じで、セーダーあるのでそこに合わせる技は2、3個あります。ただそれが当たるかどうかわかんない。あとは空手戦法もうだからどんどん詰めていきます。もらいながらあとそのグローブが例えば重要になるだろう。当たるなるだろうなんですね。僕が聞いた段階とか。ああ、じゃあ8オンスでも6オンスでも僕はちっちゃい方ですね。できるだけちっちゃい方です。いや、あのガードの効果がなくなるからです、相手の。あと研究した結果、やっぱり今までの相手と同様にここをこうすればいけるなっていう部分が見えてきている。カウンターとかなんかレーザーのパンチを無視することですね。あのうまく綺麗に戦おうとしたら相手の土俵になっちゃうんで、なんかもう最初からもらいながらいきますっていう、あのもらいながらでもいいとか気合と根性みたいなのがなかなか今までの肉球選手からすごい珍しいのかなと思うんですが、いかがですか。そうですね、なんか綺麗に戦って勝てない相手が初めてなんで、今までなんだろうな、KO負けしたことないし、あのこのために打たれ強さを取っといたようなもんかなと思ってるんで、まあ、ここでどんだけもらってもいいかなと。ミット打ちが始まってからパンチについてスピードがめっちゃ速くなっている、パンチが進化していると期待のコメントが寄せられております。そうですか、めっちゃ軽くやりましたけど当日セコンドは誰がつきますかと。ああ、多分いつもミット持ってくれてるオグちゃんと、まあハイとか誰でもいいですけど、めっちゃ見て、はい、ありがとうございます。すいません。